の万外へいたならばマリーの家へ行き、どんな暮らししているのか見て聞いてほしい。五番街は古い町で昔からの人がきっと住んでいると思う。訪ねてほしい。マリーという娘の遠い昔に暮らし、悲しい思い、喜欢这支影片吗？别忘了订阅、按赞、分享、开启小铃铛哦！